そうですね。はい、行きますか。おお、綺麗。すごい。え、どここれ？そうですね。これゲーム序盤の、ところからね。はい、はい、右肩だ、ね。ずっとだからこういう画面でやってくるの。そうですね。RE2 とジルの右肩同じ方法、ね、形になりました。いいですね。あ、ガンパウダー。ガンパウダー。大丈夫。同じ、はい、ガンパウダー。同じ感じですね。RE2。おなじみグリーンハーブ、はい、ちょっとアイテムを集めて、はい、はい、行こうかなと思います。ナイフ、あ、うん、これ、あ、おお、すごい壊し方や、弾がもったいないんで、はい、そうですね。この辺りも組み合わせも、そうです、見せちゃうんですか？これはいい、それは大丈夫、みんな知ってるやつや、はい、綺麗な色してたな今。桜餅の原料みたいな。綺麗だった。綺麗や。わ、シャッターが半開き。うわうわ。うわ入ってた。More survivors. We've got to get that train moving. あ、序盤ですか。あ、この今チュートリアルで出ましたけど、はい、はい、あの R1 を押すとこういうセットが。今回 RE3 からはできるようになっております。はい、距離、そうですね。RE2 ではなかったんですね。RE2 ではなかったですね。こうちょっとゾンビに近寄られて危ないなと思った時に普通にこうちょっと距離を取る。これ便利回避っていう使い方です。まあ、引っかかったの。引っかかった。おお、掘っていく、うん。フェンスに引っ掛けて。まあ RE2 とかでもこう倒さずにまあかわしていくっていうところが。そういう受け方もあったと思うんですけど、やっぱ無駄に弾を使わないっていう、そうですね、そこは結構規模になった。うわ、いる、手前から、このあれですよね、逆光、あ、ライトが、うん、逆光ね、逆光感怖い、逆光タッチの人は逆光好きですからね。逆光好きなんですよ。どういうことやっぱ写真撮るときは基本逆光で誰か分かれへん、潜在もそうやけど、うわ、やばい、膝が、うわうまい、でも硬いですね、こうやって歩いてるみたいな、なるほど、はい、と同じ操作感でもかわしながら、はい、全然行けますね、はい、雰囲気出てますね、このやっぱり照明からの、そうですね、うわ、なんかもう世界が全然やっぱ綺麗ですね、すごい綺麗、うわ、やっぱりこういうところとかちょっと細かいところも作り込まれてる。本当だ、本当だ、ポスター、何ですかそれ、何でしょう、あっ、朝って書いてある、わかるかなと、わかった、まさかあれですか、あれね、はい魔界のそう、その後なんだよね、こういう小ネタとか、はい、おお、あ、なんで書いてある、あれ、アンブレラ、うん、アンブレラ、なんていうヌードル、ヌードル、うん、アンブレラヌードルなんてあんだ、ちょっと待って、その右、え、トマトスープ、で気になるけど、かわいい、ラクーンシティの街並みなので、こういう生活感あるものも、なるほど、至る所に散らばっております。あ、そこにいるのはゾンビ、ゾンビですか、うわうわうわ、わあ、気になるな、いろんなところ、うわードーナツ屋さん、結構なんかネオンが綺麗ですね。Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. うわ、燃えてるけど、これ、これやめましょう、やめましょうよ、そうですね、まだここ行けないみたいなので、あ、行かないですせっかくやめましょう、ゆうたんの本当にやめたの、うわ、やばいやばい、うわ、綺麗に
ああやばいやばい、これちょっと膝打ってるのは無理だな。これやっぱり R2 のゾンビと同じように結構耐久力がありますので、こう吹き込まれるとなかなか、はい、全然死なへん。ちょっと銃の衝撃も大きい感じが。やべやばいやばいやばい、積んだ早っ。ただまあ街中なので、こうなんかよくあるような、まさか、おい使ってもらえるとピンチを逆転できるようなものも結構置いてあるので。はあ、飛んだね、無慈悲ですね。慈悲などいらぬ。R2 は警察署の中、兵所がメインだったんですけど、はい、R3 はこうやっぱ広い街の中なので、やっぱゾンビの数もちょっと気持ち R2 より多くいるので、結構囲まれやすい。あ、本当ですね、ちゃんと後ろもいないと。そうなので、こう前だけ、ああやばい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 、ちょっといつの間にか囲まれて、痛そうな表情しましたね今。ちょっとこうしてやばいやばい、あれとか、え、それも使えるんですか。すごい、ドラム缶以外にもこうバチバチするものとか、やっぱり数が多いものに対してどう立ち向かっていくかみたいなものが多いみたいな。なるほど。そういうところを活用して、はい、見回すとなんかアイテムがあったり、うん、そうですね、うん、逃げましょうか。はい、うわあ、すごい街並みが色鮮やかや言うて言うてはるわ、うん、見てはる。みんなそうですね、うん、うわ、怖っ。細かいですね、本当に。そうですね、細かいところまで作り込まれてるので、ぜひ。おお、やばいやばい、膝が強い。でも僕もこんぐらいは耐えられます、ね、そうそう、強い。マジで、うん、いける。4発ぐらいいける、全然いける。4発ぐらいはいける。いけます。大丈夫？早くやりたいな、これ。あ、いいですね。これでさっきの柵の反対側に出たんですね。うんうん、で、先ほど緊急廃棄をちょっと、まあ、距離取るのに、はい、お見せしましたけども、はい、これをもう少し突き詰めていくと、はい、こう、今、ジャスト回避。ジャスト回避的な。すげえ！何今の？タイミングがいいとってことですか？そうですね、ゾンビの攻撃のタイミングに合わせてやると、こうジャスト回避という形、緊急回避ですね。かっこいい、はい、おー、これを使えると。なるほど、おー、かっこいい。ただタイミングも結構シビアなので、はい、あんまり過信するとこう構えてしまう。過信しましたね。今の教えるために過信したんですよね。いや結構難しいんですよね。ここが、だからか前回にはなかった、うん、なかったですね。前回はですよね、ないと。今回の新しい要素ですね。なのでヘッドに照準がいくってことですか？そうですね、あの緊急回避した後に、標準エイムをつける動作を行うと、まあ、カウンター的な。うわ、はい、やりたい、それ。ここはやっぱりあの、はい、急所、あの窮地を切り抜けてきたスタートと言っていいやつですね。大丈夫、大丈夫。あんまり過信です。過信です。危ない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 。難しいんです。そうかも、難しい。連続でやるのはなかなか難しい。難しそう。本当ですね。でも弾節約のためにちょっと引きつけたりとかも、うん、極めたいところですね。はい、当然新しく入ったんですけど、まあ昔いわゆるクラシックな楽しみ方したい方はまず使わないっていうのもね。使わなくて、そうですね。わざわざ狙わなくても、はい、R2 と同じ進め方、攻略の方法でも十分攻略できますので。はい、はい、ちょっと腕に覚えのある方とか、
はいはいはい、アクション性ちょっと高いところで楽しみたい方っていうところでチャレンジしていただくっていうのもありかなと思っております、はい、なるほど かっこいいって来てますね、うん、本当だ緊急回避かっこいい、うん、やっぱり修羅場をくぐったジルだからこそそうですねジャスト回避かっこいいかっこいい避けたドーナツドーナツ屋さんおおいろんな種類があるほんまやまだ残ってますねメニューとかメニューもあるちょっと紫の何味だからかちょっと見たいんですけど紫のあったんですよ紫のありますあ、ほんとだベニーもこれこれ紫のあ、ラズベリーだラズベリーかラズベリーって細かいところまで本当に街の一個一個作り込む、メニュー読んだらちゃんと書いてありそう本当すげえ先ほどのメニューも値段までも設定されてるんで、はい、気になるわそれ値段ぐらいはドーナツ多めですね気になるなどういうセットなんやろ自分でやるときそんな余裕あるかなほんまやあとはあこんな鍵なかったねしっかりしてんなこれはまあどういう開け方をするのかはちょっと、ああなるほど、はい、どういう開け方なんですか？どういう開け方なんでしょうね。そういうと大人が怒られる。初級やんまだ。こういうのも、こういうのも、今セーフ。今のは何に使うんですか？今のはめっちゃ聞いてくるやん。俺で言い始めたらめちゃくちゃ下手やで。これでも、まあ、あるいつもこういう見方しますね。まあちょっと気になるアイテム見つけたらこうぐるぐる回していただければこれ見せちゃっていいやつですかここまではここまではいいと詳しくはちょっとへやっぱいいですねこのアイテムがあんまりね、うん、も最初持てないのがねやりくりしながら預けながらあこっちさっきのさっきあっちから来ましたよね。あ、そうですね。ぐるっと回ってきたっていう感じです、ね。なるほど。小走り。まあこうやって、まあ広い分逃げやすいっていうところもありますので、はいまあ、状況とか見つつ、こう戦闘をかわして逃げるという選択肢も存分にあります。なのでご自身に合ったプレイスタイルでまあかわしていくのか、はい、あのアクションで緊急回避駆使して。ガンガン切り抜けていくのかっていうところはあの、はい、もういろんな楽しみがございますので、はい、あ自分自身に合った楽しみ方で楽しんでいただければなと思っておりますあのツイッターでは早速さっきのドーナツのメニュー表スクショ取られてやばいやばいやばいみんな調べてます解析仕事早い値段ここの値段機調べるって危ない危ない危ないよこれおおおおえ、嘘。上から落ちてきたから。今のでびっくりしちゃったらもうやばいです。やばいな、なんでやろ、年なんやろね。さっき来ましたが、そうですね。また元の場所に戻って。カニ屋さん。じゃあ意外と本当だ。ぐるぐる回りながら。ね。そうですね。今ちょっと消え、これ以上ちょっと。まあ、お見せできないあなってしまうんですけど、まあ、ちょっとこういうところとか回りつつ、まあ、さっきちょっと燃えてたところ、はい、あったと思うんですけど、はい、さあどうやっていこうかみたいなところで、はい、という感じになります。うわ